このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要。1、収穫が終わった青じそを後片付けする動画です。今年の夏も美味しくいただくことができました。採取する株を残して青じその株を処分します。まだ完全に枯れていないため株を引き抜くことができるでしょうか。木のように硬い青じそはハンマーナイフモアで粉砕します。今日の構成は下記の内容になります。未章は6月の定食の様子、3章は収穫が終わった青じそ、4章は青じその引き抜き、5章は青じその粉砕。第1章、今日の畑。今日は青じそを片付けます。第2章、6月の定食の様子。5月12日に播種した徒長気味の苗です。6月9日に定食しました。第3章、収穫が終わった青じそ。強風にあおられて傾いてしまっています。種ができるまでにはまだ時間がかかります。手前の大根の種まきで邪魔になった青じそを伐採しています。2番手の大根に青じそがかぶるようになってきたので、この部分も後片付けします。第4章、青じそを引き抜く。青じそはまだ完全に枯れていないので引っ張って抜くことができるでしょうか。なんとか抜けそうです。この株は抜けそうにもないですが、なんとか抜けました。
採取する株を残して青じその株は抜き終わりました。大根に午後からの日が当たるようになりました。第5章、青じそを粉砕する。木のように硬い青じそをこれから粉砕します。途中の雑草を刈ります。三十数年前のハンマーナイフモアなので、刃の位置を高くして負荷を下げながら粉砕していきます。以前に刈払機で買った青じそを粉砕します。
だいぶ細かくなってきました。刃を下げて細かい破片を粉砕します。終わりに教会の雑草を刈ります。硬い青じそは跡形もなくなりました。第6章、コーヒーブレイク。青じそを栽培すると大変贅沢にいただくことができます。我が家では大葉を 5、6 枚使って1個の天ぷらにします。天ぷらにするとカリカリになり、バリバリと何個も食べれます。今年も青じそに感謝しないといけません。青じその種は高くないので毎年買ってもいいのですが、自家採取した種が発芽してくると愛着が湧いてきます。12月に枯れ具合を見て種を取ってみます。それでは皆様どうかご自愛くださいませ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それではごきげんよう。